第7回三重県高校生スイーツコンテスト11月20日イオンモール鈴鹿で開催されました。今回お伊勢さん菓子博2017プレイベントでもあります。 NPO 法人クロスポイントの主催で、今回の食材のテーマは三重県産のお茶と柑橘類、いずれか両方を使った焼き菓子が出店条件です。そして食の安全性と三重県をアピールできる高校生6校12グループが出店、焼き菓子の出来栄えを競いました。また商品化にふさわしい作品はお伊勢さん菓子博でのデビューを予定しています。もう昨日から焼かれた。そうですね、昨日からずっとひたすら焼いて、はい、感じです。ね、もうだいぶ前から準備されてたわけですか。作ったりとかですか。はい、作るのは本当にこの週末だけで。あ、はい、そうなんですか。はい、今日のためにだいたい準備できました。綺麗に並びましたね。ありがとうございます。あ、お茶ね、はい、あ、ちょっと香りするなんですよね。香りする。抽選の結果40名の方に審査をしていただきます。それでは作品をご紹介しましょう。そんな思いでこれから菓子博覧会準備をしていきます。どうか最後までよろしくお願いします。ありがとうございました。多分審査員の方も今かと待っているかと思いますので、もう挨拶はですね、これくらいです。で、M は前向き。ATM でいこうな。おじゃ、今日一日よろしくお願いします。頑張って。一番の方いらっしゃいますか。51番、49番、33番、味、見た目、そして説明文がテーブルの上にございますよね。そちらも今一度読んでいただきました。高校生の皆さんがですね、どういう1年分のケーキをいただくみたいですね。そうですね。すごい幸せ。甘みの方はどうですか。甘みのためですね。高校生の食感がすごい面白くてパリパリしてて、で味も美味しいし、そうですか。今週の味がどんな味にやと柑橘系の何かお菓子っていうのはなんかあんまりないような気がする。そういえばそうやね、そう思うね。柑橘系にこうなんていうのシュート当てたっていうのはいいかなと思う。うん、美味しい。美味しい。本当よかったね。食べてください。これね、横に振ると音がするんで、横に振ってみてください。ほんまや。ほんと、そうめん、あ、うまい。
割とチョコにこれなの、うわうまい、うまいうまい、迷ったの。24番、心配そうに見とんの。どやっぱり三重県の有名な地にしたいと思って、うん、はい、新宿が有名やから、うん、新宿ホワイトチョコを新宿に見立てようと思って、うん、新宿ネタやっぱ会員しようと思ってだんだん、ね、あような思えないぐらい美味しかったです。はい、見た目もとても素晴らしかったです。で迷いました。はい、飲んだ。するのに2ミリくらいにするのが大変でした。みかんを茹でるのに何度も味を楽しんでもらえるように考えました。なので少し増やして作るという話になりました。生地の量が多かったので綺麗な半球型にならず悔しい結果に終わりました。松阪市出身の江戸時代の国学者元織宣長が大の鈴好きだったから3つ揃えてスライドの写真のようにラッピングしたら可愛いのでプレゼントにぴったりです。県立四日市農芸高等学校です。私たちは三重のいいとこマドレーヌを作りました。皆さんは三重県産の食べ物と聞いて何を思い浮かべますか。知ってほしいという思いと青さを使った料理というと青さの味噌汁が一番に思い浮かべますが、いや香りがうまく感じ取れなかったことです。他にも抹茶は茶葉を粉状にしたものなのでビタミン各種、ミネラル、アミノ酸、鉄などといった栄養素をそのまま摂取することができます。眠気の除去、抹茶モッキーの作り方を簡単に説明します。ふるった薄力粉と伊勢抹茶のこの粉末をお菓子で三重の海を表現したいと考えました。ここで私たちは三重県ではどのような柑橘類があるのか気になり調べてみることにしました。9月から11月までは緑色をしたグリーンマイヤーレモン。3つ目は今の時期にいい冷え性改善代謝アップです。冷え性改善代謝アップによりダイエットにも効果があります。余分な活性酸素を対処することでがん予防となるのです。お伊勢さん歌手博2010年の公式キャラクターとして様々な活動を行っております。これから皆さんと一緒に、今日の作品をですね商品化していくという、大役も仰せつかりました。その中でも、まあ、感性を磨いていくということが特にお菓子作りは大切かなというふうに持っております、まあ、自分の知らないものを知るってことはまず一つ大事なんですね。まあ、自分の中にそのアイデアの引き出しをどんどん作っていくということがすごく大事で、これって本当に高校生の皆さんが作ったんだろうかと思うぐらい、すごく立派なしっかりしたもうこのまま商品として出せるんじゃないかというような印象を持つものがたくさん。エントリーナンバー10番伊賀白鳳高校 TAN の方です。おめでとうございます。三重県立伊賀白鳳高等学校 TAN さん、あなたは NP 法人クロスポイント主催の第7回三重県高校生スイーツコンテストにおいて
特別審査委員会で優秀な成績を収められましたので、この栄誉を賜ります。第3位優秀賞鈴鹿市長賞の表彰です。エントリーナンバー8番四日市農芸高校人保と愉快な仲間たちの皆さんです。おめでとうございます。あなたは NPO 法人クロスポイント主催第7回三重県高校生スイーツコンテストにおいて当初の通り優秀な成績を収められましたので、この栄誉をたたえこれを称します。ありがとうございます。そして商品は図書カード1万円分となっておりますので、たくさんお勉強していただきたいと思います。おめでとうございます。第2位準優勝三重県教育委員会教育長賞です。エントリーナンバー12番稲部総合学園高校稲総がある3年の皆さんです。おめでとうございます。今年は優勝がある3年の皆さんですが、獲得した点数は24点、そして商品は図書カード2万円分となっております。おめでとうございます。優勝チームの発表となっております。皆さん心の準備よろしいでしょうか。うんとなじみいただいてますね。第1位優勝三重県知事賞です。獲得した点数は31点となっております。発表いたします。エントリーナンバー10番伊賀白鳳高校 TAL の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございました。良かったですね。